皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員の藤野康之です。先日福井県の大飯原発4号機が再稼働をされました。もう絶対に許せない。これで福井県の若狭湾、大飯の3号4号、そして高浜の3号4号、4つも原発が動いている。本当にひどいことになっております。私このルーツをちょっとたどってみたんです、この再稼働路線。そうしましたら、ある人物に行き着いた。ご存知の方も多いと思うんですけども、先日参考人で国会に呼ばれた柳瀬忠男さん、あの人実は原発とものすごい関係あるんです。2006年の時には彼は経済産業省の資源エネルギー庁原子力政策課長という、原子力政策の課長ですから、もう最前線であり中心人物だった。そしてこの時に彼が作ったのが原子力立国計画という、その名も原子力で日本を立国しようというこういう計画を立てたんですね。まあ再稼働はもちろんですが、核燃サイクルとか2050年まで文字をやるとか、いろいろ書いてあります。すごいなと思いましたのは、こういうくだりがあるんですね。国や事業者、こういう関係者の協力を深化する、深める、こういうことがあります。あるいは、そうした関係者の真のコミュニケーション、本当のコミュニケーションを作っていくんだというのは、この立国計画に書いてある。そして最後に私がびっくりしたのは、こうしたことを進めるためにまず最初に国が最初の第一歩を踏み出さなければならない、こういうこと書いてあるんですね。それまでも2006年までも経済産業省は原発を推進しておりました。しかしまさに全然ここでもう一段ギアを上げた。まず先に国が最初の第一歩を踏み出して、そうした協力関係を作っていくんだと、こういう計画を作ったのがあの柳瀬さんだったわけであります。その後行われたのが原発の再稼働であり、そして輸出であり、その下で東電が破綻するという事態も起きている。今福井県で再稼働されておりますけども、ここと密接に結びついているのがあの柳瀬さんだということであります。福井の原発で言えば、これは単なる原発ではなくて老朽原発なんです。古いんです。大飯原発3、4号はもう26年近く経っております。高浜原発3、4号機はもう30年以上、33年経ってるんです。世界の原発見渡せば、もう大体20年とか24年経てば廃炉にされてしまう。これが普通なんです。ところが日本ではもう世界では動かしていないような老朽原発が次々と動かされてる。絶対に許すわけにはいかないんじゃないでしょうか。この地震列島であり火山列島である日本で原発再稼働、絶対に許すことはできません。今の安倍政権の海を全部出し切ると同時に、野党と市民の共闘の力で安倍政権退陣に追い込んで原発ゼロの日本、ご一緒に作っていこうじゃありませんか。私も頑張ります。よろしくお願いします。